愛レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三里にあります愛レディースクリニックの協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、愛レディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。この番組は宜野湾市喜生名普天間ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、能見あずささんの産休に入りましたので代わりに FM 宜野湾田辺由紀がお送りしています。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントもどんどんお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾ではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。そしてサイマル放送も始まっています。 FM 宜野湾のホームページからどちらも簡単に見ることができますので、よかったらお楽しみください。それでは、まず最初のコーナー、3人のお産の瞬間を放送いたします。ではまず今日の1人目、匿名希望さんです。頑張るママをおばあちゃんが応援しています。無事に出産しておばあちゃんの喜ぶ声が聞こえます。生まれた後、なかなか泣き声が聞こえず、ママが心配していましたが、可愛く泣いてくれて、おばあちゃんも安心しています。コメントはママです。それではお聞きください。陣痛は痛かったんですけど、顔見た瞬間もう全部忘れて感動しました。よかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、匿名希望さんの出産のシーンでした、男の子のお生まれになったシーンでした、ね、泣き声聞こえましたね。はい、やっぱりね、陣痛ね、痛いと思いますけども、それが吹き飛ぶような、ね、顔を見たら吹き飛んだということで喜びが伝わってきましたね。はい、おめでとうございます。それでは続いても匿名希望さんで男の子の出産シーンです。立ち会っているパパが見守る中、無事に出産、元気な泣き声を聞かせてくれました。パパもよかったよかったと嬉しそうです。コメントはママです。それではお聞きください。大城作くん、お誕生日おめでとうございます。パパとママとお兄ちゃんと4名で楽しくやっていきましょう。生まれてきてくれてありがとう。ママより。はい、
はい、匿名希望さんの男の子の出産シーンでした。とっても元気な泣き声でしたね。うーん、可愛かった。はいね、お母さんはね結構コメントの時はね落ち着いてね、あの冷静な感じでしたけどもね、お父さんもね嬉しそうでしたね。はい、おめでとうございます。それでは今日最後、こちらも匿名希望さん、女の子の出産シーンです。元気な泣き声から始まります。周りからの祝福の声、拍手にこちらまで嬉しくなります。コメントはおばあちゃん、パパとお兄ちゃんです。それではお聞きください。かおり、待望の女の子おめでとう。二人男の子がいて女の子だからよく頑張ったね。嬉しいです。はい、まあまあお疲れさん。かわいい赤ちゃんでしたよ。ベッドの前なんか言ってください。おめでとうって言って、おめでとう、おめでとう。はい、匿名希望さん、女の子の出産シーンでした。まずおばあちゃんのね、コメント、男の子がね今まではいらっしゃって、初めての女の子ということで、ちょっともうなんか泣きそうになってね、もう嬉しそうなのがちょっと感極まってっていう感じの声がね分かりましたね。本当に嬉しそうでしたね。でパパのコメントがありまして、それから最後にお兄ちゃんが少しコメント言ってくれていましたが、ちょっと照れているのかなねえ。自分が今まで一番ちっちゃい子だったのが、もっとちっちゃい子がやってきて、ちょっと戸惑っているのかな。なんか照れたようなちょっとコメントでしたね。これからね、賑やかになるでしょうね。兄弟も3人だし、ね、家族も多そうなので、はい。ね、おめでとうございます。幸せな家族を皆さん築いていってください。では今日は3名の出産シーン、1人目男の子、2人目男の子、3人目は女の子、皆さん匿名希望さんの出産シーンでした。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニック、アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com こちらまでぜひお送りください。お送りいただいたメールは匿名でも結構ですので、アイレディースクリニックの方に お届けしますので、ぜひお送りください。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしています。それでは続いては CM を挟んで教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is
FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves. Hello, everyone. Our email address is 797@fmginawan.com. Please send us an email. Thank you.はい、ということで、はい、北条先生インタビュー今月もよろしくお願いはい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃいをお送りしています。続いてのコーナーは教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産についてお話を伺い、沖縄で活躍している女優上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。月に1回収録した内容を4回に分けて放送していきます。今回は逆子についてお話を伺いました。逆子の場合の出産はどうなるのか、逆子はどうして起こるのかお話しいただきました。それではお聞きください。はい、ということで、はい、北条先生インタビュー今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのアイレディスクリニック、はい、最近はどうですか？うん、まあだんだん落ち着いてきて、うん、あのね、御社あの子、この赤ちゃんのいらっしゃいもね、あのおかげもあるし、あのだんだん広がりとしてね、取り組んでることをこうね、あのまあ認めてくれるような人が増えてきたかなっていうね、うん、そのおかげでこうまたね、患者さんたちもやっぱね、患者さんたちも来た時にあの先生だってね、うん、やっぱりね、大体普通ほら病院行ったら知らない先生にみんな緊張するでしょ、うん、でもあの声聞いたことあるとかね、まあ、ちょっと最近 CM もそうそうね、そういうのでちょっとはなんかこう親しげにね、最初見てくれるのが嬉しいな、ね、嬉しいですね、うん、それは、うん、この輪がどんどん広がっていけばいいなと思いますね、うん、はい、今日はですね、逆子、うん、逆子ね、本当はね、赤ちゃん生まれるとき頭を下にして生まれてくるんだけども、はい、逆にね、足が下の方に、頭がお母さんのおへそ側に来てるのが逆子の状態ね。あ、昔は僕らは逆子も自然分娩させてたんですね。要はまあ、頑張らなくちゃ簡単にはいかないけどね、うん、でもちょっとね、やっぱり不幸なそういうちょっとことがね、立て続けに数年前に日本でも起こってね、だから逆子は今手を切開しなさいというね、やっぱりね、もう流れになってるわけ。だから十分なその対策を取らないでこうね、逆子の自然分娩やっちゃうと、そういうね、まあ助産院とかでちょっとね、そういうことがあったりね、まあ総合病院でもあったみたいだけどもね、うん、でもまあ本当はでも逆子を下から産ませることのできる技術はやっぱりなくしちゃいけないと思うね。うん、僕も本当ね、そのまだ経験浅い時にね、そのもうベテランの人から先生からね、この逆子の自然分娩一緒に教えてもらってね、やってきたしね、うん、この技術がなく産科医ができなくなるとね、うん、ちょっとやっぱりね、できるだけやっぱ自然分娩ね、うん、させてあげたいし、まあ、無駄な手を切開をね、やっぱりね、やらなくていいっていうかね、うん、僕も自分のところ調べ